Hola todos, ¿cómo estás? この間、ケアマネージャーのことをケアナマネージャーと言ってしまいました。全然ごめんなさい。そうすぎる。ということで、やってきました。今回はね、丸いかつり、みんな大好きな丸いかつりでございます。船宿さんはね、千葉県はね、鴨川市天津港の第八鶴丸さんでございます。こちらでね、丸いかつりやってきました。ポイントの方はね、隣の小湊の周りでね、メインにやっていました。ということで、早速ね、行きたいんですが、今回の使用アイテム、ノリノリイカライダースタンプ。こちらをね、真ん中のね、この糸を巻いたすってにスタンプして使用してきました。それではどうなることでしょうか。早速船の方へ行ってみようか。ギュンギュン。それでは、ここからは私、丸の海のササビがご案内いたします。ロッドはゼロテンション丸いカザオ、リールステファーの 200X、ミチート P1500m、0.8 から1号で OK です。重りは50号、スカリータイプ。仕掛け、直結5本仕掛け、直ブラでももちろん OK です。水深は 50m 前後でした。ちなみにササピーの竿はカワハギ竿です。穂先を手作りの穂先に付け替えております。そしてお隣三好川にはお久しぶりです。ちょっとうざい写真ですがモリンギでございます。このモリンギさん、運で釣るモリンギという YouTube を始めました。動画を撮影していたのでおそらく配信されると思います。皆様チェックしてみてください。チャンネル登録お願いします。それでは行ってみようか。 It's a Radio Show。この日はだいぶ潮の流れがきつかったのか、だいぶ横に流れています。渡ってるぞ。ちょっと遅い気がするね。おっと、がっつりフッキング。丸イカでございまして、好調に釣れている丸イカ。水面でバグらしやがって、このポンコツが。バラ新降臨でございまして、おっと、好調にかけていると、ちょっと合わせが強いんじゃねえのかおい。ちょっと今の合わせが強いな。おい、喋ってねえでちゃんとやれ、このポンコツが。だから強いって言ったんだよ、このポンコツ野郎が。とは言っても本当にかけていた。ツルツル、ツルはツルでもハゲツルではございません。ちょっと合わせが遅い気がするぞ。次はやっぱり合わせが遅い、このポンコツ野郎。またバラすぞ。とは言ってもオスでございます。おごってきた。そう、合わせ遅かったりするとこういうことが起きます。足一本、これね、気をつけて巻かないとバラす確率が増えます。モリンギ、モリンギの竿に注目。左側の白い穂先の竿です。おい、当たった。
そしておい、乗せた。これはバレないだろう。これでバラしたらなかなかのポンコツだぞって上がってきたね。マルカでございます。この流し、ちょっと潮が落ち着いたのか横に流れてないので、いつも通り座って釣りをしております。おお、乗せました。オスでございます。お、上がってきました。おっと、これは2点掛けでございます。ダブルでした。おっと、レンちゃんです。レンちゃん、おーそうそう、やっと言ってる。ほんと毎度毎度、マリカ釣りの時はつまらない男でごめんなさい。麦イカが釣れてました。そしてまたまた麦イカ。おお、好調に、ほんとに好調に釣れているね。ズドンとマリカ、少し量刑でしたかね。また横に流れてきたので立ってやっております。おお、乗りました。めっちゃ違う。おいおい、俺の真似すんじゃねえよ、このポンコツゲー。上がってきたのはマリカ。なかなかの量刑だ。キュンキュン。ということで、今回はアマツコ第8鶴丸さんからの丸イカ釣りでした。釣果の方はササピ27杯、モリンギ11杯、誘っていただいた八千代のお姉様方8杯と4杯、4人だけだったということで、割り当てがよくササピ大人気なく釣ったようだ。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。この動画を見たあなただけ釣れますように。チャオ。